こんにちは、こんばんは、やすむるいです。今回はチャレンジダンジョンのレベル9、前回の続きからいきたいと思います。私、やさまるといえばカイトパでございます。挑戦。さて、誰が出てくるんだい。ハングリーやつか、ハングリーやろうか。これはよくね、もう戦ってるので闇がね、5、4必要なんだよね。5つ消しと4つ消しの5コンボかな、6コンボかなぐらいやれば、おそらく削れたと思うのでいきます。ライジングダーツアトウで、とりあえず闇を暮らせる。消えちゃダメよー。1、2、3、1、2、3、4、5、1個足りないな。ちょっとかけちゃかけないんだけどね、ペロリンチョされたら結構困っちゃうから。どうやさ、1、2、3、4、5、お、いいんじゃないかな。色はあるよね。こうたまにね、色ない場合があるんですよね。たまにね、そんなにないけどたまにあるから、よし、ではいきます。いけるでしょう。どうした？あ、やべ。4、5。今大丈夫？四つ消しできてた？よかった、よかった。四つ消しできてたかな？闇の。わ、来た。フレームボディーってやつだね。うわ、嘘やんけ。嘘でしょ。嘘でしょ。フレームボディとか言ってる場合じゃなかったね。もう一回行きたいと思います。よーし。お、嘘嘘、待って待って待って、ファイヤーファイヤーファイヤー、待って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 、セーフごめん、ちょっとうるさかったと思うんですけど、ちょっとごめんなさい。待って、50万以上無効化ってことは25万、闇でね、闇で25万じゃなきゃいけないってことは16倍か。見つけしか。いきます。どうでしょう、これで。15万、いってないでしょ。嘘嘘嘘、あー、コンボ吸収。おそらくラストチャレンジだと思うんですけども、いきたいと思います。挑戦。まさかのコンボ吸収にやられるとは思わなかったね。5コンボ吸収だったっけ。ライジングダーク発動。今回5個あるので頑張ります。負けちゃったよ。よしよし、いいぞいいぞ。ペロリンチョ見せてやれ。読みの歯車発動。まあ、見せるも何もないんだけど、いきます。あ、やべやべやべ、一付けしなくなかった、これやべやだよ。気を取り直しましょう。今のコンボで一付けしにちゃんとなってれば、突破できてますね。いや、そこに闇落ちてくれ。いや、あー、少ないよ、これやばいよ。おっと、1、2、3、4、5、これやばいね。お、あー、闇落としちゃった。これもうやばいやつだ、これ。へー、これやばいやつだ。変換しよう。サイレントワルツ発動。サイレントワルツ発動。よし。ワンチャンいける。よし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 。集中力を取り戻せ。読みの歯車発動。
きます。3、4、5、これで いったはずだ。どう？よしよしよし。で次でフレームボディが来るから、でその次結構ねすごいダメージが来たと思うんだよね。だからとりあえずここかいライジングダーク圧をで回復します。あでも水の位置付けしも入れようかな。入れます。あなんか操作時間が短いような気がするのは気のせいなのかな。耐えて、イザナミ、さすがワンパンしよう。いきます。これはどう？ 4、5、6、7 コンボ。よしこれはいったんじゃないかな。拍手でも先生でやられるのやめて。やばお前か。待って闇属性バインドでしょ。ちょっと待ってね。覚醒つくよみで動画で出した時俺どうやってしたかな。この人ね攻撃してくるんだよね。だからまあそれ攻撃はしてくるんだけど、そっか、よし使えます。おそらくねノルディスの動画では、ノルディス僕ねあまり回らないからあれなんだけど、ラスボス前でイザナミ使ってこの状態になってイザナミの経験が効いてるから、まあ行きましょう。イシス使います。クイックはラスボスで回復、もうコンボとにかくします。まあ、でも少しくらい闇は残したい。よしよしよし、これで剣を振り上げた。まあ危ねえな、ほら。まあ怒っても意味ないんだけど、いきます。オールドロップチェンジ発動。行け。よし闇の追いつけしと水の位置付けしを入れたい。願望よし引きます。頑張ります。あ水はいい、開けれます。3、4、5、6よしいいぞ。どうだ、星に願いを、パストラに願いを。待ってラストビリーブということで負けちゃったんですけど、まあ、最後の覚醒つくよみはちょっとなしね。さつきが428万、僕は856万。さすがだね、負けましたねこれね。ちょっとあれはさすがにちょっとなしだけど、まあ、でも石すいたらいけたのかな。もしかしたらいけたかもしれない。なのでレベル9は、まあ、負けちゃったので、カイトがね再出現してくれた時にレベル9じゃなくて今度レベル10にとりあえず挑戦してみようかなというふうに思います。うん、まあ、でもレベル9はなんとかいけそうな感じはしたので、ね、次回レベル10頑張りたいと思います。取れたらやりたいと思います。スタミナ100だからさ、レベル9でも90だから、まあ、結構ね消費は大きいんですけど、まあ、とりあえずねチャレンジ、できるのでチャレンジはしてみたいと思います。ということで、まあ、ということでというか今回ね勝てなかったんですけど、まあ、次回はねもうちょっと頑張りたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは次の動画でお会いしましょう。